スタンドにはおよそ1万枚のお帰りボード。田中将大が8年ぶりに本拠地のマウンドに上がりました。注目の田中は1回、2番源田をスライダーで三振、3番森はスプリットでセカンドゴロ。変化球主体のピッチングで立ち上がりを3人で抑えます。するとその裏、田中とともに8年前の日本一に貢献した岡島のタイムリーなどで2対0リードを奪います。味方の援護をもらった田中は低めを丁寧について6回1失点と好投しました。ファンも待ちわびた日本球界復帰後初勝利、節目となる日本通算100勝目です。ただいま。出遅れてしまったので巻き返せるように他のピッチャーに負けないように頑張りたいと思います。帰ってきてくれてありがとうって、はい、そういう気持ちです。マー君最高。昨日はルーキー早川が得点を奪われても粘り強いピッチング、打線の援護もあり6回3失点で勝利しました。ルーキーが4月までに3勝を挙げたのは球団史上初めてです。1年目の田中将大を上回るペースでリーグトップタイにつけています。